こんにちは。子供パイソンチャレンジ、えー。第3回でしょうかね、えー。子供と一緒に、皆さんと一緒に Python で遊びたいと思います。では、えー、どこまで行ったかな覚えてますかはい。まずコラボの、えー、起動ですね。コラボを起動して、えー、まあ、先に接続してもいいですね。ファイルでノートブックを開く。で、えー、EX1、前回の続きをやりましょう。えー と、どんな感じになるかな。はい。今日はちょっと黒画面でやってみましょう。どっちが見やすいかわからないんですけどね、えー。ちょっと大きくしますか。はい。えっ、ー、と、前回いろいろやりました。で、えー、これ、開けただけではまだ空っぽですので、いくつかの箱を、えー、評価する。この箱のことをセルって言いますけど、例えばこのセルを評価する。このセルを評価する。これで X に7が入りました。 y に15が入りましたっていう状態になります。えー、ちょっと一応見てみましょうか。はい。えー、この箱をプリントアウトすると、改めて7と15が入りましたね。それから z に x プラス y を入れてみました。はい。こんな感じで準備ができましたね。OK です。まあ、最後のところまで行って、じゃあ、ここからスタートしましょう。 こういうふうにやれば、いくつでもセルを足すことができます。だって、宿題は何でしたっけ X、Y、えー、XY、Z、それぞれ、まあ、なんでもいいんですけど、25を足して答えを確認する。まあ、こんな感じでした。まあ、これも、えー、ですから、どうやってもいいんですけど、えー、25を足して答えを確認。ですので、まあ、同じことやりましょうかね。イコール25。 y プラスイコール 25, z プラスイコール25。こんな感じになりますかね。それで、プリント。えー、まあ簡単に x, y, z って書きますか。まあ、これで、えー、実行すれば、えー、それぞれ7足す25は32、えー、15足す25は40。そ,の、えー、そして、えー、z は あたす、そうですね。なあたす、えー、15だったので、22、25足して4なまあ、こんな感じになります。もし、綺麗に書きたければ、覚えてますかえっと、F 文字列。ね。F か、F スラッシュにして、X、X は、X。Y は、あれ、Y は、Y。 z は、こんな風に書くと、どれがどれだか分かりやすいですね。はい。こういう風に実行すると、x イコール 32, y イコール 40, z イコール47という風に、えー、書くことができます。まあ、これの書き方をどう,いう風にするかは、この f で結構きれいにできるということを覚えておきましょう。さて、えー、じゃあ今日は何をやるか、4で繰り返すというテーマです。 同じことを何回もやるの嫌なので、えー、どういうふうに繰り返すかですね。はい。じゃあ、まず、とにかくもう覚えちゃいましょう。0から4までを順にプリントする。これをちょっとやり方を覚えましょう。こういうときに、えっ、ー、と、for 文というのを使います。もう覚えちゃってください。for, i, in, range, 5。もうこういうふうに書いています。で、コロン。ね。そして、ここでリターンすると、2つ、 えー、文字が下がりました。これは2つの場合も4つの場合もあります。えー、結構4の場合が多いんですが、まあ、ここでは2になってますね。で、プリント i。これがどういう意味かっていうと、先に実行しましょうかね。先に実行してみると、はい。ちゃんとやりたいことが出ました。0、1、2、3、4とプリントされました。これどういうことかっていうと、まず i に0が入ります。次に、それでプリントして0を書く。 次に1をが入ります。1個増えてですね。1個増えて1が入る。2が増える。2が入る。3が入る。4が入る。そして、面白いですね。ここに5って書いてあるけど、5の手前の4で最後終わります。ということになります。これが決まりです。覚えておきましょう。さて、じゃあ、から六まで書くにはどうしたらいいでしょう。はい。ちょっと考えて自分でやってみてください。 ここで一回 YouTube を止めてください。はい、自分でやってみましたかじゃあちょっとやってみましょうね。2から6なので、一つのやり方は、さっきより2ずつ上を書いてほしいので、例えば同じように、まあ、前の箱を再利用しましょうか。ここで、I の代わりに、 あ、まあ、いいか。これを、この内容をここにコピーしましょうかね。はい。この i の代わりに i プラス2ってやれば良さそうですね。見てみましょう。はい。2、3、4、5、6と書きました。はい。これでやりたいことができましたね。2から6まで書く。それからもう一つの書き方もあります。えー、っと、もう一回ここにコピーして、ここで、ここの書き方を2、 から何て書こうか実は7って書くんですねこれ面白いですね、えー。さっき5まで書くと、5って書くと4まで書いた。なので、2から7って書くと、実は、はい、6まで書きます。こういうふうに書くことができるわけですね。このレンジっていうのの、えー、まあ、こういうふうに2個与えた場合は、いくつからいくつの手前までというふうに書くというふうに覚えておいてください。 これが他の方法ですね。もっと他にあるけど、まあ今はこの2つ覚えておきましょう。つまり、5つ分0から5まで動かしながら、その2個上をプリントするというやり方。それから、いきなり愛を2から6まで動かす。つまり7の手前まで動かすというやり方。こういうやり方があるっていうのを覚えておいてください。オッケーですね。はい、次。 0から4まで順に足し合わせる。ああ、これは結構面白いね。今の、この、ここを使って、こっちにしようか。これを使って、もう一回コピーしましょう。もう一回ここに前回のをコピーして、これを使って、なんとか0から4まで足し合わせる方法を考えましょう。これももう覚えちゃいましょう。足し合わせるときには、足し合わせるための箱、つまり変数を用意します。この前に、 まあ、ss イコールゼロ、こういうふうに最初にゼロというものを置いておきます。それで、プリントする代わりに、ss に、さっきまでの ss の値と i の値を足す。こういうふうにやります。まずこれで実行してみましょうか。 これで実行すると何が起こるか何も起きません。でも実はここでプリン SS の中身を見ると、ちゃんと10になってます。10って正しいよね。なぜかっていうと、0プラス、0プラス1プラス2プラス3プラス4は確かに10だもんね。はい。つまり合ってます。 こういうことです。じゃあどういう仕組みになっているのかちょっと見てみましょう。ここで、ここのままプリント文を足してみます。その時の i の値と ss の値を足し書いてみる。これで実行してみましょう。そうすると、ほら。つまり1個目が i で2個目が ss ですから、最初の時は i が0で ss も0です。なぜかというと、ここで0にしているから。 次何も起きません。なぜかっていうと、0に0を足しても0だから。次、i は1になります。1と、さっきの ss0 を足すと ss は1になります。なので1になります。次は、i は2になります。と、2と1で足して3になります。次も同じ。3と3を足して6。6と4を足して10。ということで最後に、 0,1,2,3,4を足した値が10になって得られるということです。もう一回やっても同じですね。はい。ということでできるということになります。よく自分でいろいろ実験してみてください。じゃあ2から6まで足してみてください。ちょっとここで止めて、自分でやって、動かして、そして計算結果が合ってるか確認してください。はい、止めてください。 言っていましたか ?OK ですね。じゃあ、まあいいですね。多分いいと思いますけど、うんと、倹約するためにこれをコピーしましょうか。まあここでやってもいいんですけど、これをこ最後まで持ってって、はい。2から6ですね。一つのやり方は、ここを2から2カンマ7って書くんですね。これでもいいです。そして最後に、最後の結果をプリント SS というふうに書きましょう。 こういうふうにやると、最後の結果。ここに、じゃあ、F 文字列で、日本語で書きましょうか。結果は、で、中括弧で、中括弧を閉じて、シングルコートを閉じます。よし、これでやってみよう。 はい。出ましたね。つまり、こういう結果になります。いいですね。このプリント文はあってもなくてもいいから、一回消しましょうか。はい。ここでシャープってやると、コメントアウトといって、この文章はなかったことに見えなくなります。ので、ここで実行すると、これは書かずに、この結果だけ書くことができます。結果は20です。ということになります。いいですね。 別にこれイコールでもいいでですよ。これで実行すれば結果は20というふうにその結果だけ書くことになります。よし。じゃあ今日はここまでにしましょう。じゃあ宿題。次は1から10まで順に足し合わせて答えを確認します。答えが合っていることも筆算で確認してみようね。はい。じゃあ終わりです。えー 以上ですので、終わりにします。また次回。さよなら。